選ばれたら即支払いクレジットカードの旅 in 大阪。ああ、美味しかったビール。マジかそう、マジかそう、本当に。足とか軽くて気持ちくない。俺ら一円も使ってないわけで、この動画のクオリティ流れ、お金作ってでもこの流れ、このクオリティ気持ちいいけどね。俺きつい今の。お金作ったから、お金作ってでもこの流れ、この クオリティお金を作ったヤマトがマジきつい。俺が日本銀行になったとか。そう、銀行になっちゃったからヤマト。マジで気持ちよかった。ユーマ今日省エネすぎるわお前。何一番切れそうだわ。一番切れそうだ。逆切れパンダぐらい。どうする？なんかお土産でも買いに行きます。あ、お土産欲しいよ俺。なんかお土産屋さんどっちなんだろう。居酒屋は。居酒屋ちょっとやってないですよ。ちょっとやってないってやってないですからね。お土産屋さんとかってないですか。どっちやる。あっちになります。すいません、ありがとうございます。串カツは。串カツやってないですよね。やってないのは俺らじゃない。行きましょうか。行きましょう。お好みもやってないですよね。やってないって。はい。ということでね、お土産屋さんやってまいりました。本当にここはもういいよ。ここはパスパスでよ。ヤマト、俺名古屋でヤマトが買ってくれたお土産まだほぼ食べてない。食えよ。バーって頼むとあれなんで、一人一品にしましょう。じゃあ入りね。行って。もうでかいよ。クレジットカードを選んでいただいて、で選ばれたクレジットカードで支払いみたいな形です。どれでもいいんでちょっと選んでみたいと思います。うーん、どこに映ってる、どうしよう。ヒューガ、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 やべえ、ダビデ像になってる。いや、負けた、負けたよ。選ばれなくてなんか悲しい、俺何。じゃそれはもう魂になって。マジだよこれ、ちょっと本当に嫌だよ。25がこの笑顔でさ、お前6使ってどんな顔すりゃいいんだよこれ。これだって今全財産とか違うし。何やこれ。ユーマ言いたことあるの。何だよ。7円コンビ解散です。お疲れ様でした。お前モグラ風太の警官みたいな時期やここでね、俺のクレジットカードピンクが選ばれてる説が消えた。最初からそんなのない。いやーでもお土産足りんかな、俺家族多いからな。違うお土産屋さん行かないですか。いらない。行きたい。なんで行きたい。行きたい。綿棒じゃ足りないだって。絶対に足りない俺。違うお土産屋さん探します。なんだよ。ごめんちょっと寄り道。どこだここ。お前ラッシュじゃねえか。お前めっちゃナイスパスするってことでしょ。それナッシュ、スティーブナッシュ。僕妹2人いるんですけど、やっぱなんかお風呂とか好きなんで、なんか買いたいなって。僕が入りたいと思ったらみんなもこれ入る。俺みんな母ちゃんに買おう。そしたらそうだね。1枚だけ選んでください。お願いします。やっべー、これはやっしよし、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 すいません。アムギさん、ごちそうさまです。すいません。え、これ、おつぎりマウンテン。ゆうたくん、やっと味わいました。この感覚です。このマウンテンのように。はい、お疲れ様です。イエーイ。うわ、ちょ、お疲れ。前半のや、なんかあれが回復したわ。うまいね。人のそういうところ見るとな、めっちゃ元気出る。しれっと最後に4000のボックスぶち込まさせて。2万5000がいるから俺もリアクション見せない。いや、16は取れるはずだ。16は取れる。16は取れる。16は取れる。寄り道での16はリアクション取れる。いや、寄り道しちゃってお土産は行けてない。いらない。で、お土産1人が欲しいって言ったら行く。行こうな、ゆうた。俺ね、
普通にボーイやん、マジで。お、普通にいる。あの歩いてたら、あの昨日深井手伝ってくれてた2人がね、ちょっと偶然いたんで、一緒にこっからね、ちょっとお土産行っちゃおうかなと。何してたの？とか他の2人が、他の2人も手伝ってくれてたんですよ。俺らほら、前半組だから。前半組だから。俺ら怪しいよ。キウチこういうの柔らかくの得意だから。何か、まあ、接待ではない。接待。後半組が今接待やってます。ありがとうございます。せっかくだからさ、俺らお土産今から買うから、そこに乗じてお土産持ってきちゃっていい？いくらでもいいです。いや、1個よし、1個は自分の欲しいもん。1個これ1個、一緒に行こう。行きましょう。男女差別。男は青、女は赤という古い価値観。そうしなさい。古い。ありがとうございます。美味しくなっていただきます。今度は彼女と頑張って。ありがとうございます。やばい、やばい、やばい。ちょっと、ごちそうさまです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 。ヤマト40個入りのなんかまんじゅう。俺じいちゃんに配るから動画おもろくするわ。あんま静かに。パーソナルスペース。パーソナルスペースに入れ。待って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 、全然似合わない。全然似合ってない、全然似合ってない。誰が食う40個も。誰が食う6000円。全然関係ない。キューチョプリ2000円。やったやった。iPad 2回。iPad 2の太さと。もうデスクトップみたいになってるやん。ちょっとこいつ奉仕活動し始めてる。奉仕活動してる。得積んでるわ。これはまあ6000ちょい。これ6000ちょい。俺ちょっとビビってね、600円にしちゃったんだけど。気分最高。右長。全然右長。右長どういうこと？相棒ってこと？何か。それ右京だ。あ、右京。あれじゃないの、100千万の人じゃないの？それノリキョウさん。早っ。あれ、あのボディーソープ。いや、それジョンソン&ジョンソンです。すっごい。俺もこれにしようと思って。いや、動画面白くないです。言ったね。俺これいくっすよ。おじいちゃんいっぱいいるんで。いっぱいの40人。いや、何が一番うざいって、キウチのクリプリンじゃん。キウチキモくないこいつ。お前ヒゲにプリンついて終われ。声出して、ヤマト何でも買っていいって。最悪やん。もう俺もね、最初なんか新しく町とかにしとこうかなと思ってたんだけど、最初からクリプリンのところにした。でもね、手伝ってくれたんでいいでしょ。あー、お疲れ。ありがとう。こいつ4万ぐらいダメージ受け負ってんの。あ、4万か今。あー、計算できてなかった。やっぱ4万やん。この前合わせたら7万だよ。いや、7万合わせる。そこ7。ボン何買った？伊藤飯。これは580円。相場だな。すごいっすよ。ユーマもそれでしょ。お前で買った。お前で買った。おー、マジカメラが離れてってる。カメラが離れてってる。0円だとどう振る舞っていいか分かんないから。いや、ユーマも前回もっとゴリ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 来いよ。前回すごかったよ。もう終わりだよこいつ。ちょっと待って、こいつ女できたんじゃない？この可能性あるよ。あるよね。女できて面白くなくなるみたいな、よくあるやん。え、それやばい。やめてって言われたんだろ。あれ、ユーマ、お前ここにズ・ボシって入ってるよ。大丈夫？否定だ。やりづれ、否定だろお前。弱くなった。どうしますか次。夜飯じゃない？まあ今のしますか。きつかったよねやっぱり。おずっとこっち見てた。ああ、ちゃんみなってことでしょ。どうしますかみたいな。そうだって。これラストの夜飯。何食うか。何食いたい？俺はそうめん。俺はたこ焼き。まあその辺にする？じゃあまあ次のカメラの画角で切り替わってるみたいな。あ、まあたこ焼きかみたいな、そうめんかそばかみたいな。せーの。
ということで今回の旅のラフテル神戸牛食べに来ました。すごい今回の旅お腹空いてるよ。やばいね、なんか高そうなビルの高そうな地下1階に来てるみたいな。いや、やばいよ。ちょっとだって見て見て、桜よ。桜って名前は絶対やばい。だからラブホの名前ってことでしょ。俺の母ちゃんの名前や、ラブホの名前。違う違う、言うな言うな。違う違う、ラブホの名前って言う前に出てたけどね。すごい矛盾が起きてる。予想してた。いやだからあいつのもうスキーローンで俺はもうすかお前すごい五十嵐孝太みたいなあいつスキーローンでパスするので僕が気合い入れ直して今回の動画面白くない可能性一切ない。一切ない。ゴー。はい、やってまいりました。ここはラフテルでございます。見てください、この値段えぐない。自分の身の丈に合ったちょっと上ぐらいを注文しましょうか、うん、まだチャンネル登録10万人です。勘弁してください。ゆうじ見て、この皿に対してこの肉のデカさ、すごい。まるでカイドウじゃないですか。ほんとそうだ。顔ちっちゃくて、体のデカい。一つつけて。しゃべんまくね。銀みたいになってる。おお、すごい。シルバニアぐらいちっちゃい。お、ゆうたが大好きで白飯をかき込めないから。いただきます。醤油。醤油だね。はい、美味しい。で、ゆうちゃん、俺平井堅も歌だ。俺あれだわ。マックのブラックペッパーの味は。お下げんな評価を。マジ。例えで上げてけ上げてけ。ゆうだもう一回チャンス。はい。蜜柑の味ぽんの味がする。最低だよもう。でいいよ。うわ。肉寿司。赤赤赤赤です。ボンチャのストローみたいな。最低だよ。最低だよ。ごちそうさまでした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 。いますか。金額発表します。合計44,810円です。あら。オリエが選ばれた場合は一発で飛ぶっす。クイズの最後みたいな。クイズの最後。やっば、これはやばいね。選んでください。お願いします。よし、一番面白い。これ逆転、逆転勝利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 。やだ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 。イエス。マジキッチ。これがこの旅の醍醐味。お兄さんぐるナイみたいな。いや俺もう本当に死んだと思う。フェイクが良かった。おいやったぜ、2回連続ゼロ円旅行。そうだ。やった。シシシ。やった。シシシ。いやマジ。ユータアンティ一番脱力してた。マジで。ヤマト、どうした、どんぐらい脱力してた。これグルメヤクザのマッチぐらい脱力してる。めっちゃ脱力してるやん。15分脱力してるやん。頑張るよ。そぎょうでこんなのでサイン書かせる店やつ。ありがとうございます、ごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまです、本当にありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。あー、お腹痛い。ゆうたゆうた一番フラグ立ってないゆうたが。俺ね、ほんとあの人さ、こうやってさ、俺のとこ来て、ヤマトのとこ来てさ、俺のとこ来た瞬間、ほんマジでほっか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 。あー、全然話聞いてマジか、俺マジか、絶対負けない。マジで。いいね。ハッキンナビッツみたいな。ハッキンナビッツみたいな。マジで俺何。多分ね、ゆうたくんね、この後ね、3日間ぐらい休みます。これのためにゆうたかわいそうってきたら、ヤマトかわいそう。気があんま変わんない。俺のターンで俺以外と盛り上がる。この企画のミソ、これ2段階きついです。これ2段階右折みたいな。なるほど、まずここで一発きつくて、2ヶ月後に請求見たとか。みんなといない時にボコボコにされると思う。やべえ、マジかー。今、励ましてる、今。ゆうちゃん、背中さすさすしてあげる。いや、でも
僕は0円だからね、美味しいご飯を食べて0円最高の子でした、ピヨーン。身内で一番口臭いよ。身内一違う、カメラ回したから分かんなかったんだよ。ゆうとか俺の方にもうカメラ持ったも崩れてきたから。あの人がさ、こうやってる時俺とヤマトの顔とかヤバかった。ヤバかった、本当ヤバかった。隠れた店員さんの好プレーってことだな。うん、完全に違うんだよ。こうやってたと。そう、これがさ、一番嫌なのがやらせって疑われることじゃないですか。ありえないやん。ガチガチにガチだから。で、俺の喜び見た、もう性行為してたよ。あれめっちゃおもろいっすよ。とりあえず合計金額精算してちょっとエンディング撮りましょうか。エンディングにピョン、へーということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで早速結果発表していきたいと思います。第5位ユーマ0円。うわー、お前やりすぎやね。すごいね、すごいね。あんたすげー。ユーマくんね、前回も0円だったんで今回また0円ということで、この後もね、車はね何も運転しないで戻ってきた。続いて第4位ヒューガ5866円。おー、安いでしょ。ガチで最悪。まあ、そうやね、ヒューガも元の不正があるからね。クソ、吐きだめのクソ。だからそんなスナッキーみたいな。まあけど、いいですよ。突っ込んでる途中に喋んな。だってさ、突っ込んでる途中に喋んな。いやいや、呂布カルマさんみたいな。ならばさ、ほら、だってさ、俺名古屋がゼロでさ、大阪が5800円でしょ。じゃあ2回で割ったら1回の旅行での遊び代が3000ならいい。必死だな。見にくい。そうしよう。第3位アムギリ16276円。うわ高い。いや、だってすごいよ。これは高いぞ。これ一発のパンチが、ラッシュがドン。だってもう大阪関係ない。どうアムギリくん。いや、ちなんかあんま目立ってない。いや、毎回です、毎回。こっからですね、金額が大幅に跳ね上がります。アムギリくんの倍以上です。あら、マジ。第2位39451円、ヤマト。うわー、39451円、ヤマト。やめてフラッシュバック。前回34000。あ、じゃあ2000超えての2位。自己ベスト塗り替えて2位。え、じゃあヤマトはさ、名古屋と大阪に普通にみんなで旅行った中で75000ぐらい払ったってこと。すごい。合算しないで。75000払った横で俺とユーマ合わせて2500円ずつぐらい支払ってないってこと。ハイラッキーにやるだったらいける。くさ、お前最後の最後で調子上げてくんのか。まあでも、まあ前半は僕の回だったでしょう。まあそうだね。逆にすごいよ、あんな連続で来るの。まあやっぱこの取れ高を3万9000円で買ったと思えば高い。出会った高い。これだけ僕の上行っちゃってきてるから。誰や。全く想像つかない。第1位44814円、ゆうた。おめでとう、ゆうた。おめでとう。お疲れした。そりゃパタゴニアも薄くなるわ。経験者から言うと実感がないだろ。マジで実感がない。そうなんだ。でも、まあ、ほんとマジで実感がない。この前デビットカード使ったから俺その場でなんか引き落とされてる感覚があったから、すっげえ込めたのも嫌だったの。あー、なるほどね。いや、44000。あー、もうやばい、俺なのか。あんな高級な水でさ、例えがすごかったよ。冒涜じゃないの。冒涜したんだよ。それ俺の生きる道なんだけど。確かに。宮城亮太みたいな。確かに。どう、ユーマ。だってユーマはさ、すごい食に感謝するスタンス。あー、もうあれはほんとにふぬけでしたよ。4万を超えて、4000円を超えて、800円を超えて10円でしょ。ここまで来たらそれはもうね、フジトラも敷またぐわ。これはルカでもパス回すだろ。回すね。これは桜木でもナイスって言うだろ。ナイスっていうね。みんなもやってみてください、この旅。ドキドキって尋常じゃないよね。あの日店員さんのフェイクで俺マジで多分俺ブルックになってたもん。確かに。お疲れ様でした。お疲れ。まあ10万人行って、まあいい感じだったんじゃない。そうだね。これね、ほんとこれで僕がこのディオールを着てるからお金のあるグループって思われるからさ、僕はこっから何ヶ月も全くずっとお金がないです。これね、やっぱ借りて生きてる。借り暮らしのヒュリエッティ。すごい。借り暮らしのアリエッティみたいな。これすごい。最後ゆうたくんに締めてもらえますか。破産の城ゆうたで。えぇー、ハウルの動く城みたいな。いや、天空の城ラプターだよ。最悪だな、お前。最悪だな。今のミスは最悪だな。マジで最悪だな。終われよ、お前。え、ミスと山城、山隠しと。おい、天と天竺の掛けネズミって言ってる。